こんにちは。今回は9ケース紹介していきたいと思います。まずはじめにですね、このプレデターのアーバイン使わせてもらってるんですけど、一つだけね、ちょっとプレデターさんに言いたいことがあって、このアーバインケースですね、めちゃめちゃ気に入ってはいるんですけど、キーケースとか、あとはですね、そうですね、チョークケース、ここら辺をね、つける場所がね、ないんですよ、アーバインで。僕だったら、まあタオルとこのチョークケースつけてるんですけど、このジッパーの部分ですね、ここに取り付けて、あとはですね、このベルトのカチャンの部分にタオルつけてるんですけど、ここら辺にね、ここら辺に金具があればですね、キーホルダーつけたり、あとは僕持ってないんですけど、ジョイントキャップのこの保管場所みたいなのをつけるところがね、ここにできるんで、もう本当頼むので、ここ、なんでしょう、キーチェーンがつけれるような金具、本当お願いします。もうここだけ僕ちょっとね、アーバインで欲しいなっていうところがあるんで、はい、もし見ていただいてたらお願いします。はい。ってことで、早速紹介していきたいんですけど、まあね、まあ表面は、まあ、こんな形で、まあ、僕の缶バッジ、エニーの缶バッジ、あとはエッジレーザーさんに作っていただいたね、ワッペンとか自分のワッペン貼ってます。まあここら辺ね、カスタマイズできるっていうのもそうですし、あとは一番大外ですね、ここ一応ポケットになってるんですね。なんで僕の場合はここに、ラシャの切れ端置いてあります。土手とかでね、ポケットがある時に急滑らないんで、これを敷けるようにですね、常にここに入ってます。はい、まあまずは側からいきますか。はい、これ早川さんのねシール、これ非公式なんですけど、ちょっとねゲットして貼らせてもらってます。まあ販売とかはねしてないんでね、自分で使う分にはまあいいとは思うんですけど、ちょっと早川さんも見てたらすいません、これ勝手に貼ってます。で、はい、裏側ですね、まずプレデターさんのマークがあって、で、まあ、このベルトですね、これが1本なんですよ。で、まあ、ショエルタイプの方がいいよっていう方はですね、まあ、他にも2本ベルトがついてるタイプあるので、そちら選んだ方がいいとは思うんですけど、まあ、僕みたいな田舎暮らしはですね、別に背負って電車乗るとかないんですよ。もう車にボーンって置いといて、あとは車から会場に移動する、その程度なんで、僕的にはもう逆に1本の方がいいです。2本あると邪魔なんで。なんでこれはもう人によるんでしょうけど、僕はこっちで良かったなって思ってます。で、はい、まあこっち側ハンドル、これね、まあ差別化図るために100均で買ってきたバンダナ巻いてます。でタオルついてて、チョークケースついてて、そんな形になります。で、中身ですね、収納めちゃめちゃ気になると思います。あんまりね、この中をまじまじ見ることってないと思うんですけど、はい、結構ね、収納たくさんあります。見えるかな。まず大ポケですね、大ポケが1個2個あって、で、この何でしょう、ジャンプ級のバットとか入れれる場所ですね、がこんな感じでチャック式でついてます。で、あとはエクステをつけれるようにですね、このゴムで通せる場所、これがね2箇所あります。なんで、まあ、エクステ短いの長いのって2個持ってる方とかもね大丈夫ですし、ジャンプ球2本の方もここに置いとけることができます。で、僕上側はねもうグローブ入れにしてます。まあ何でもたくさん入るんですけど、まあ例えば写真出すと思うんですけど、ノリオプロだったらこんな感じでね、たくさん物入ってるんで、まあこんくらい入るよっていうのと、あとはもう1枚ですね、僕のまあお友達というか視聴者さんがまあ実際ね入れてるものになるんですけど、こんな感じでね、まあ食料品だったらまあそうですね、1週間ぐらいは暮らせる分ぐらいは入るんじゃないですかね。はい、ぐらいの収納力はあります。で、あとは横にポケットですね、ポケットついてて、僕はここにヤスリ入ってます。ヤスリ入ってるのと、あとこっち側にもねチャック式のポケットがあるので、まあステッカーとか、あとは
エクステンダー、あとはネジ、ここら辺僕は突っ込んでます。で中央にですね、まあ、ちっちゃなポケット、普通は多分ここにチョーク入れるんだとは思うんですけど、僕はここに自分の缶バッジ入れてます。ここにちっちゃなポケットがあって、で下側にも、はい、これあるんですけど、僕もう入れるものないんで何も入ってません。で反対側ですね、反対側には僕はタップ入れてあります。ここにもポケットあるので、もうほんとね、小物とかが散らかならないぐらい結構何でも入るっていうようなぐらいのスペースはあります。あとはこの長さですね、結構長さあるんで、最近のジャンプ級結構まあエクステがついてるタイプのジャンプ級多いと思うんですけど、まあ僕が使わせてもらってるハイアペルでいうとこれぐらいスペース余るし、で BK ラッシュとかもですね、ここ下通るんで、まあこのマグネット、マジックテープか取ってもらったら、はい、突き抜けて入るんで、どんだけ長い球でも入るかなって思います。まあ、収納力最強ですね、正直。まあ、ここに関してはもう言うことないかな。もう本当これでいいと思います。だまあどの目線やっちゅう話ですけど、僕はもうこの収納かなり気に入ってます。であとはですね、まあ一番使われるこの球が入ってる部分ですね、なんですけど、ちょっと見にくいと思うんで写真出すと思うんですけど、これ3バット5シャフト入るタイプで、中はスエード、まあ生地になってます。でまあ早川さんのジャンプっていうゴム太って呼ばれる結構太いシャフト使ってるんですけど、それもシャフト側に入るぐらいにはスペースがあるし、あとはですね、普通のシャフトも全然中で抜けてくるような緩さとかもないんで、もうほんとね、なんでしょう、まあ使いやすい感じですね、なってます。はい。でまあ僕の場合はプレイ、ジャンプ、ブレイク入ってて、であとは僕はプレイ級のシャフトが1本予備で入ってるぐらいです。なんで1箇所持て余してるんで、まあ何かね、次プレイ級買ったらそのプレイ級もう1本入るかなって感じですね。はい。もうなんて言うんですかね、ここがこう折りたためるようになってるんですよ、こうやって。なので取り出す時もですね、なんでしょう、こう金具が当たっちゃうとかそういうのもないように作られてるんで、ここら辺もねやっぱね考えられてるなって思いました。ただね、ほんとね、ここにほんとここに金具欲しいんですよね。なんでしょう、やっぱいい球ケースとかってかぶるんですよね。なんでかぶった時に自分のだって分かるように、まあ僕はこういう目印あるんですけど、やっぱキーホルダーつけたりしたい人多いと思うので、もうほんとね、これ見てるプレデター関係者の方がいらっしゃったら、はい、検討いただけると嬉しいです。はい、どうでしょう、ちょっとね、旧ケース紹介してみてっていうのを何件かいただいたので、今回しっかり中身見ていただいたんですけど、そうですね、僕が一番気に入ってるのはもうおしゃれさですよね。まあ革のまあごっついやつとかもいいと思うんですけど、僕はこういうですね、まあチャリに乗ったらおしゃれに見えるみたいな、そういうぐらいが好きです。なんで僕の勝手なイメージですけど、革のやつはなんかセダンの黒塗りの車のトランクから出すみたいな、これはなんか大学生とか、まあなんでしょう、街中歩いてる人たちが背負っていけるみたいな、そういうイメージなので、僕は個人的に好みはこちらになります。であとは立つの立たないのっていう話なんですけど、一応立ちます。一応この三角形のところ支点になって一応立つんですけど、まあでもあんま立たせることは基本的にないと思うので、まあ立ったからなんやっていう話なんですけど、一応立つことできます。はい、ぐらいかな。まあ正直ね、この動画見て買ってくれっていう話じゃなくてですね、まあ実際これ中身どうなってんのっていうのを紹介したかったので、僕もうこれ1年ぐらい使わせてもらってて結構気に入ってるので、できればね皆さんに中身見てもらいたいなと思って今日動画撮影しました。はい。なのでまたね、
まあ、Q が、Q の紹介も、また、プレイ Q がね、ずっと使ってるの同じなので、プレイ Q が変わったタイミングにでも、Q の紹介をね、してみたいと思ってます。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。